邦画堂スタジオ、シマリスさんチーム。夢うつつりアフター、夢うつつりアフター、夢うつつりアフター花ちょうちんできてる。かわいい。じゃなくて。起こすのがもったいないかわいさだよ。せいもあるのか、小動物っぽくて愛嬌？姉妹だけど私にはそんなのないし、いいな。ううん、心みたいになりたいわけじゃないけど、というかなれるわけないけど。私は心の可愛い妹のお姉ちゃんであることが幸せだから。ダメ、きちんと起こさないと、姉として。心、起きて。朝だよ。しっかりしなきゃ、お姉ちゃんなんだから。来て、心。朝だよ。お仕事だよ。ね、ほら。うん、愛お姉ちゃんだよ。起きれる？心はいい子だから起きれるよね。朝ごはん用意しておくからね。起きるぞ。はい、今朝はお味噌汁だ。
曲にしようと思ってたよ。以心伝心、ラブラブ姉妹だね、アイ。うん、ラブラブ。おはようの、チューする？する。夢うつつリアフター。それじゃあ行こっか。うん。春だね、アイ。私がデートに来て3度目の春だよ。私何度目だろう、わかんないや。そこは覚えておこうよ。愛のいない春なんて数える必要なかったもん。愛がユリイカソフトに来て3年目ってことか。うん。3年目でもまだ AD。 うそれは新しい人が入ってこないから、一番後に入った私がAD のままなのは仕方なくて。って、ほのかさんも。まあ大丈夫だよ、愛は AD が似合ってるから。なんか微妙に褒められてる気がしない。そう？そんなことないんだけどな。駅前行かなきゃ。ん？愛？商店街、補充しておきたい備品があるの。買っていこうと思ってて。おお、オッケー。じゃあ私も付き合う。ありがとう心。パパッと買って済ませちゃうね。これでよしっと。お待たせ、心。会社行こう。ちょっと待って、アイ。どうしたの？何か買い忘れ？買い食いならお昼まで我慢。違うって。
れ。子供泣いてる。本当だ。一人？迷子かな。どうしよっか。お母さんとはぐれたのかも。私行ってくる。ねえねえ、あなた大丈夫？ママは？私たち怪しいものじゃないから。そ、あなたのママは一緒じゃないの？ママわかんないの。どこか行っちゃった。やっぱり迷子。泣かないで泣かないで、大丈夫だから。どうしよっか、アイ。私たちは会社があるし、交番か駅員さんに。あなたのママ、どっちの方に行ったか覚えてない？わかんないかな。愛は荷物あるでしょ。会社行ってていいよ。私は遅れるって言っといて。え、でも。いいからいいから。ココロ、私も。あっち。ユリーカの方だね。うん。子供ってすごいよね。泣いてたと思ったらもう笑ってるし。うん、ほんと。ああ、でも心もそういうところあるよ。ないない、もう大人だもん。とっくに成人。アダルト。色気も変える。こないだ買った、面白かった。わ、大きな声で。そんなダメだよ、ココロ。エロゲ、エロゲー。変な言葉覚えちゃってる。負けてらんないね、私たちも。そうだね。
そうだよ、仲良し姉妹。仲良しなんだ。仲良しなのはいいね。でしょでしょ、いいへん。チューしてる？もちろんしてるしてる。しま…ココロ？そうだよ、えへん。いいなチュー。いいでしょう、チュー。あのね、二人とも、あんまりそのこんな昼間から大きな声でチューとか言っちゃダメだよ。そうなの？なんで？それは…そうだそうだ、なんでだ？チュウは悪いことなの？しちゃダメなの？悪くないよ、チュウは…キスは…悪いことなんかじゃない。おい、うん、そうだよね。あのなんていうかね。いいことでもダメなの、街中で。ね。ブーブー、あたしは言いたいぞ。ブーブーブー、そうだブー。それ豚さんみたいになってるから。そうだブヒー。うん、ついちゃったね、会社。会社？うん、そう、お姉ちゃんたちはこの会社で働いてるの。ここ来るまでこの子のママいなかったよね。そうだね、いたらわかるはずだし。仕方ない、愛は会社に荷物置いてきて。私この子連れて駅前まで戻る。え、あ、でも、うん。よし、じゃあママ探しに。うんうん、お姉ちゃんたちは行ってらっしゃい。仕事でしょ？私はここで大丈夫。何言ってるの？ダメダメ、ママ探すんでしょ？一人になんてできないよ。
心と一緒に駅まで行こうね。よしった。ほんじゃあ、アイ、あたしは。うん、あのね、あたしのお家この近くにあるの。一人で帰れるから大丈夫。え、そうなの？仕方ないよね。行こっか。うん。そういや、名前も聞いてなかった。何ちゃんだったんだろう。近くに住んでるって言ってたけど、私あんな子見たことないんだけどな。ここがユリイカソフト。寝方したらあんないびきになるんだろう。あ、でも今日はなんだかいい夢見てるような感じだよ。わかるの？今ので？あ、なんとなく。サキさん担当も長いしね。ふふ。
やかましい BGM だが、もうユリイカの一部になってしまっているな、無限堂のいびきは。おはよう、不揃い姉妹。アテンさん、おはようございます。おはようございます。もしかして泊まりですか？いや、まだそこまでじゃない。まだ。大鳥、その時が来ればまた協力を頼むぞ。ないと思いますけど。そうかもしれんが、聞こえなければ聞こえないで寂しく思うものさ。こういう日常的な音というのはな。そうかな。ま、恐竜様の寝覚めはまだ先だ。私たちにできるのは自分の仕事をすることだけさ。はい、そうですね。今そちらのチームは次回作へ向けた企画の構想中だったか？そうですね。サキさんがなかなか本腰入れてくれなくて。気分屋だからな、無限堂は。乗ってる時のやつはまさにワンマンアーミーのごとき働きをするんだが。気分で仕事されてたら困りますよ。愛がサキさんのお尻叩いてくんないかな。やってはいるつもりなんだけど、ごめんね。いいけど。君たちのそんなやりとりももうユリイカの日常だな。それはさておき、何やら社長が動いているようだ。あるかもしれんぞ。え？ある？あ、ハテイさん、それって。ココロ？まだわからないかな。ではな。ねえ、ココロ。そうだね。もしかしたらあったけど、ニエマジョの。もう、やめとく。ぬか喜びになるかも私。ひれ伏せ人類、貴様らの脆弱にして矮小な背は我が見逃してやっているだけだということを忘れるな。ひどい寝言、何
気取りなんだか。超越者かな。まあそんなものでしょうね。ううん、むしろ初動としては悪くない方よ。いいものは作ったんだからどーんと構えてなさい。ま、それに私は売れ行きには興味ないわ。必ず評価されます。自信を持ちましょう。アイ、売れるに越したことはねえですが、そんな甘えもんでもないのがこの業界。アイポン、不安ならメイドのおっぱい一つ言っとく？成功と言っていいと思うわ。大成功かは微妙だけどね。もしもし、ユリカソフトですよ。え、いやー、すっかり耳が遠くなっちまったね。孫たちみんな元気だよ。お芝居上手だけど、いいのかな。ラジャス、それじゃあその件はこちらで、失礼するさ。ねえアイポ、社長からのメール。あ、はい。これはあるかもしんないっすね。いよいよ分かってないの？私だけ？揃ってるわね、みんな。おーす。はい社長。ふう、眠。サキちゃんもいると。アイちゃん、ご苦労様。あ、いえ。副社長もいるっす。揃ってるっすよ。マリーさん、よろしい。はい、それではあなたたちに集まってもらったのは他でもないわ。ごっくり。
をします。私はユリカソフト社長、この大吾ほのかは三重魔女の FD 制作を決定しました。おうよ、いやーめでたいっすね。はい。あら、誰も驚いてない？うすうす分かってたからね、そんなところだろうと。ナナも読めてたぜ。私は半々かなって。でもよかった。せっかくのサプライズ発表だったのに、こんな時驚き役のアイちゃんまでちっとも驚いてないし、ブーブー面白くないぞ。アイ？この純朴田舎っ子好き。ナナ説明。いやあゆいさん、アイポン、 FD というのはすね、ファンディスクの頭文字っす。ファンディスク、ファンディスクってのはすね、元となるゲームが売れたりした時に作られる、ゲームを楽しんでくれたお客さん向けの、おまけゲーム？そうっすね。元のゲームがメインディッシュとしたら、デザートっていうか、スイーツっていうか。あれ、説明しようとすると意外と難しいっす。いろんな形があるからね、FD は。とにかく、これだけ分かっていればいいわ、大取り合い。サキさん？私たちは、また、もう一度、ニエ魔女の物語を作れる。彼女たちに、また会えるということよ。タイミングはあれだけど、よしとするわ。そういうこと。この1年半、そう、今も売れ続けてくれてるおかげでね。ふん、ニエマジョは自信作よ。むしろ当然だわ。頼もしいわね、サキちゃん。もしや、すでに FD の内容について妙案があるとか？おお、ここんとこずっと何にも、これっぽっちも、かけらほども仕事してなかったすが、もしやそれはこの時を予想して？ふん。こんなこともあろうかとパターンすか？かっこいいっす、さっちゃん。そうだったの？ふん！私を誰だと思ってるの？名前を言ってみなさい。無限堂咲さん。
ノープラン、虚無、空っぽ、ゼロにして無限、それが私。意味わかんねっさ。そんなことだろうと思った。まあいいわ、考えましょ。でもただでさえ発売から1年半経ってる。悠長に時間をかけてはいられないわね。んなことより。何、サキちゃん。マリー・マーラ、原画家がいないわよ。それでどうしようっていうの。まあそうなのよね。師匠、マリーさん、惜しい人を亡くしたっす。いやいや、ご自分の国に帰られただけですから、死んだことにしちゃダメですよ。お約束っす。もう、お世話になりました皆さん。マリーちゃん、ああ、貴重な飲み仲間が、悲しい。お酒はほどほどに、ほのか。師匠、寂しくなるっすよ。私もです、ナナ。ですが、私の思いは、魂は遠く離れても皆と共にあります。だから、ういっす、なな泣かないもん。またいつか秋葉ツアー行こうっす。うっす。それはぜひ。あの、マリーさん、あなたがディレクターとして大成するのを近くで見届けられないのは心残りですが、あなたなら大丈夫です。ギシリアにまで名ディレクター心の名が轟く日を。私は楽しみにしています。はい、頑張ります。マリーさんも書き続けてくださいね。もちろんです。マリーさん、はい。どうか健やかに。どこにいても私はあなたのことを思っていますよ。まるで愛の告白っす。ナナも言ってほしいですか。泣いちゃうから遠慮するっす。大丈夫です。取りませんから、ここは。ええ、バナコさんも元気で。皆さん、私は祖国に帰還しますが、いつでも、どこにいても、
見え魔女のユリーカの原画家であり続けます。愛が私を見つけてくれましたから。はい。だからいつかまた共にゲームを作れる日を。では。マリーちゃんね。ギシリアにいたとしてもネット環境があれば絵を描いて送ってもらうこともできるといえばできるんでしょうけど、その余裕があるかというところね。問題は実は FD のことを考え出した少し前から何度かマリーちゃんとは連絡を取ってるんだけど。え？元気そうではあったわ。お国がお国だから心配もしてたんだけどね。軍人さんっすもんね。でもよかった。うん、本人は前向きだけれど、絵の仕事ができるか、その時間余裕が作れるかはぶっちゃけ微妙ね。いろいろ大変みたいで、ギシリア。ああ、代役を立てるの？さすがに新規絵が一枚もなしでは FD として不満も出るだろうし、その道も検討する必要があるでしょうね。まだわからないわ。マリーちゃんだって自分で描きたいでしょうし、あちらとの交渉かしらね。わかりました。絵に関してはそういうことで、あとは内容ですね。時間はかけられない。サキさんは当てにならない。だったらこりゃまた修羅場の匂いっすね。で、それに関してなんだけどね。サキちゃんがノーアイデアだった時用にだけど、あるわ。私が考えた一案が。のかは？そう、この社長様が直々に考えた FD 内容がね。お酒飲んでる時にひらめいちゃった。不吉な前置きっす。いいわ、聞きましょう。ありがとう、さきちゃん。後半内容はストレートにリエマジョ・トゥルーエンドのその後を描いたアフターストーリー一本でいくわ。 FD のテーマはズバリキスでもって、そこから導き出される FD のタイトルは魔女と世界の終わりチュッよ。
丸三日月というそうです。春は月が下から照らされる形になるので、そういう風に見えるのだとか。テレビの受け売りですけど。月の船、それに乗ったらどこか遠くへ、どこまでも遠くへ行けてしまいそうな、どこか。ファンディスクか。うん、まさか愛がファンディスクのことすら知らなかったとは。え、FD じゃなくてファンディスクって言われたらまだ分かったよ、多分。本当かな。でもってテーマはキス。うん、ほのかさんは私たちのことからひらめいたって。やり倒してるもんね、私と愛。そうだけどキスでしょ、ちょっと言い方が。ニエと魔女は、夢とうつつはずっとキスできなかったんだよね。できなくはないけど、したら死んじゃう。でも私たちの作ったニエ魔女でそれは解消されて。うん、だからいっぱいさせてあげたいよね、チュ。悪くないと思う。タイトルはどうかと思うけど。同意。その考えも悪くはないと思うんですけど。なんだか私あんまり自分の手で作ったって感じがしてないんだ、今でも。心、あ、もちろん一人で作ったなんて言えなくて、みんなの力で作ったんだけど。そうじゃなくて。
覚えています。どちらも。愛はいいよ。え？どっちにしろ泉の絵のことあるし、作ったって言ってもいいじゃん。でも私は。から頑張るんだよね、ディレクターとして。ファンディスク、私が考えたのはざっとこんな感じ。ココロちゃん、ディレクターは続投でいい？絶対やらせてください。食い気味に言ったっす。やる気っすね、妹。私、頑張りますから。今度こそ。頑張るんだ、私。協力するから、私も AD として。 AD としてだけ？ううん、心のお姉さんとして、妹のことが大好きな姉として。チューして。うん、好きなだけ。夢とうつつにもいっぱいさせてあげたいな、私。返しじゃないけど、だから。すごい、やっぱりたくさんチューするんだ、二人って。ラブラブハッピーボンバー、イエーイ。あの迷子、マジマンジ。あ、マジ、何？そんなことより、あなたこの辺りに家があるって言ってたけど。そうだよ、お母さんには会えたの？ちゃんと帰れた？それより、こんなちっちゃい子がこんな時間に出歩いてるなんて。ダメだよ、お家帰らないと。
あ、そうだ。名前は？なんていうの？あ、私の名前？そう、名前。名前が分かったらどこの子かも分かるかもだし。名前か。知ってる？名前ってね、とっても大切なんだよ。そんなの。私の名前はニエだよ。ニエ？え、ニエって、ちょっと。おめでとう、アイ心。え？世界に至る道は険しいけれど、その先で待っている。な、に、あ、大変、月が落ちてくるよ。ちょっとあなた、何変なこと言って。いない。なんなの。ニエって、あのニエのこと。もちろん、ついでに体もつながっちゃう。ま、毎日はやめとこうって。そうだっけ。ねえアイ、部屋戻ったらさ。ん？一緒に面白動画見よう、眠くなるまで。無茶ぶりからのスルーは悲しいよ。
つなごう。うん。もっとつながっちゃう？起きて、アイ。朝だよ、朝。うん、うん、ぎゅー。はいはい、ぎゅー。さ、起きる。のミスマッチ感、ギャップの面白さってほのかさんは言ってたけど、わかるけどさ、ニエって言ってた、あの子。分かってますよ、まなこさん。行きましょう。行ってらっしゃいサイポン。いや、プロ散歩士。なんか嫌です、その呼ばれ方。でも毎日のお散歩でちょっと痩せたんじゃないっす？私は FD の企画書とか整理しとくから。うん、お散歩行ってきます。じゃあ戻りましょう。Come here. あ、はい。
検討？失礼します。はい、いらっしゃい。お寿司屋さんですか？寿司屋帰りなのよ。正解。私って考えてることダダ漏れです。まあまあいいんですけど。あ、それでご用は？ね、あ、ちょっと待ってね。いやーね、違うわよ。飲むんじゃないの。昨夜買って放り込んで忘れてたのがあったから出しただけよ。どうりでなんかカバンが重いなーって思ったのよね。冷蔵庫を入れておいてくれる？給湯室の冷蔵庫にチューハイが入ってる会社ってどうなんでしょう？いいのいいの、それは後で。すぐ飲むわけじゃなし、ぬるくってもね。はい。そうじゃなくて、来てもらったのはお仕事の話。あ、はい。ファンディスクの、ほら、マリーちゃんがどうなるかわからないでしょ。なるべくありものでと言ってもそれで全部どうにかなるわけじゃない。そうですね。そこで、愛ちゃんに絵お願いしようと思って。その、まさか。う、まだお酒残ってるから大声は。すみません。でも無理です、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 無理です。私にマリーさんみたいな絵なんて描けません。天と地ほど違いますから、無理ですよ。そうね、あなたとマリーちゃんじゃ実力に天と地ほど開きがある。象とアリほど、月とスッポンほど、タイとミジンコほど、バラと増加ほど、宝石と石ころほど、社長と平社員ほど、私と愛ちゃんほど。はい。書いてもらうのは SD キャラよ。ニエと魔女、いや、
夢とうつつと呼ぶべきね。二人を中心に二三頭身のマスコットキャラ的にデザインしてもらって、カットインで挟んでいく演出を入れたいの。数多く、だから似てる必要はないし、なんなら下手馬な絵でもいい。むしろウケるわ。愛の絵は味があるね。っていうか味しかない。私は好きだな。スランプ治ったのでしょ。いつか姉妹で一つの作品を作りたい。それが夢なのよね、あなたと心ちゃんの。